このクッキー美味しいね。二人ともすごいな。そうだとしても私はすごいって思うよ。いいな、趣味か。あえて言うならアクアリウムかな。実は何も飼ってないの。砂とか水草入れただけで満足しちゃって。ありがとう。あ、そろそろ予礼の時間だよ。教室戻ろうか。やっほーほーい。うわ、ごめんなさい。うんうん、大丈夫。だけどあんまり走り回っちゃダメだよ。ね。うわ。そうかもね。じゃ、行こうか。ただいま。あ、ごめんなさい。宿題とか予習があるから勉強をしないと。アクアリウム、私らしいか。何がどう私らしいんだろう。何も泳いでない、入れてないんだから当たり前だけど。この中は誰もいなくて居心地よさそうだね。この大きさじゃ腕しか入らないけど。どっちにしようかな。今行くから、ちょっと待ってて。右側に置かれてる方にしよう。お待たせ。今日はアールグレイに、あ、お菓子もある。はい。ありがとうございます。新曲の歌詞固まってきたから。みんなにも一度渡しておくね。了解。お、今回英語が入ってるんだ。この三つ目の単語、アローでいいんだよね。うん、そう。あ、待って。それだと発音が R になってるよ。L で発音しないと意味が変わっちゃう。え、どういうこと？R のアローは弓矢の矢で、L だと許すっていう意味なの。へえ、じゃあさ、どうやって発音するのが正しいの？ R は舌をどこにも当てないで奥に引っ込める感じかな。 L の時は舌を前歯につけて発音するの。
L で言わないといけないんだから、アロー、こんな感じ？うん、上手。ふーん、コツが分かれば英語も楽勝かもね。いやいや、L と R だけできても意味ないって。海外じゃ通用しないでしょう。そりゃそうだけど。まあ、日本語で全部意味が通じたらいいのにな。あ、でも日本語で喋っても伝わることはあるよ。どういうこと？例えば、あ、 I need you は兄移住とか。あ、ほんと、それっぽく聞こえる。何それ、面白い。そういうの他にもあるの？あとは、あ、 Have a nice day は幅、ナイスね、とかね。ほんとだ、聞こえる聞こえる。ユキ、そういうの詳しいんだね。ううん、そんなことないって。英会話の塾で習ったのをそのまま話しただけだよ。でも英語の歌詞なのに空耳で日本語に聞こえる曲とか作れたら面白いかもね。それ絶対面白いよ。でもめちゃくちゃ難しそう。歌詞を日本語で書いて英語にして、あれ、英語を日本語に、考えるだけでめんどくさそうだよね。やっぱり英語難しいな。確かに覚えるまでは大変だけど、でもいつもと違う言葉を話してると、いつもと違う自分になれるような気がしない？違う自分になれる？うん、それってどんな感じ？え？どんな感じ？ユキ、どうしたの？いい表現が思いつかなくて。いつもと違う自分って、人に撮ってもらう写真と自撮り写真みたいな？あとは、メイクする前と後とか？そうだね。私もそんなイメージかな。違う自分になるような感覚か。私、どうしてあんなこと？ユキ、これちょっと歌ってみてほしいんだけど、いい？あ、うん、もちろんいいよ。